変にプライドがあったんですよ。プロだからハードスペックを使わなきゃいけないっていう年齢あったクラブが使えたら飛ぶんじゃないかなっていう発想はありました。こうやって二十何年経ってこの信頼感のあるクラブっていうのは知ってたので、その点ではやっぱりだからそのブランド名の魅力もあるしいいのかなっていう感じはありますね。今のクラブが10位だと思わなかったら僕は契約できませんって頭から言ったんですよね。そしたら本当に一生懸命やっていただいて、現にそのデータが出てきた時に10ヤード僕が今まで使ったクラブが飛んだんで、ああこれならちょっと可能性出てきたなっていう気持ちになりますね。いや全然いいっすよ、間違いなく。まず、はい、第一関門突破しました、はい、すげえ細かいとこまですごく手が届いてるんですよね。ここまでやるのっていうぐらいマジェスティのクラブに対してお金をかけてるわけですよね、まあ、正直高いですし、それぐらいしてもらわなきゃ困るんですけど、でも実際そこまでやってるのを見てちょっと僕もびっくりして、これじゃ飛ばないわけないだろうという気持ちにまずなりますよね。この機能性とか安心感とかそういうデザイン性とかも含めて最高のこう一級品だと思いますけどね。でも正直もうこの年代ですから、そのビシバシとかいう感じじゃなくて、やっぱりこの60過ぎてもこういうクラブと出会うことによってゴルフスタイルがまた変わって飛距離も出て、また楽しく目標を向かっていけるのはいいのかなと思いますね。契約させていただいた以上、一緒になって頑張っていければいいのかなと思いますけど。このマジェスティを使っているお客様が、マジェスティのその、コンペをやるときにエイジシューターが何人も出るらしいんですけど、僕も今目標としてはエイジシュート出したいなっていう気持ちがあるんで、マジェスティと共にエイジシュート出して、やったという気持ちになりたいですね。